朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。9番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ちょっと僕結構これやったら強いんじゃないかって考えてきたんですよ、まあ、乗れたら2周目やってほしくて、21盤面例の 1CO 確定盤面で占いにしようとかの時なんですけど、僕の2周目の考察が村やと思ったら、まあ、霊能さんは乗ってほしくて、1日目騎士潜伏で普通にグレーズリー霊能が指定する、で霊能の指定に騎士が出たらもう騎士は出るんだけど、僕に一旦騎士だと思って接種してほしくて、僕が2周目村やった時ね、村やと思えた時に僕を騎士だと思ってほしくて、で霊能が1指定打つ、霊能さんだけ騎士系は必要だけど、まあ、普通に議論で変な人すればいいと思っていて、まあ、何が強いかって、まあ、2日目以降あの強いんですけど、まあ、乗れたらやってください。はい、2周目普通に考察頑張ります。はい、盤面も違ったら普通にやります。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。このゲームっていうのはランダムで、まあ、役とかが割り当てられるゲームなんですよ。で、まあ、そのうちね、2匹の狼がマッチングするというね、マッチングアプリなんですよね、このゲームは。なので、そのマッチングしたカップルをね、見つけていくゲームなんですけど、皆さん、解釈間違ってるんですよね。初日こういうとこ釣るゲームじゃなくて、マッチングしたカップルを探し出すゲームなんですよ。急してつまんないこと言ってるよね。なんで、まあ、そうですね。普通に発言して普通にやればいいものわけわかんないこと言ってるし。皆さん、初日の夜ってどういう気持ちで過ごしてましたか？ドキドキしてましたか？それとも淡々としてましたか？ドキドキしてたっていう人はカップルである可能性が高いです。2番のプレイヤーは発言してください。今非常に迷ってます。9番を釣るか1番を釣るか、ちゃんと理由があって今迷ってるんですよね。なんで2番が真面目なんだろう。変わったプレイする2番の方が真面目になる。特に9番さんなんか、僕が村だと思ったら進行に乗ってくださいって、あなた村じゃないんですかねって疑問に思いましたね。1番さん違うゲームやってるのかな。初日はたとえね、どんな場面になろうともね、9番さん1番さん2周目頑張らないと、どっちか釣りたいかなって今思ってんのが正直な気持ちね。ただしルールにのっとってね、ふざけてるやつから釣りましょう。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。占い師です。ランダムで2番さんに白が出てます。まあそうっすね、まあ、9番1番に関しては2周目ちゃんとグレー考察をしてください。じゃないとまあしなかったら釣ってもいいのかなと思ってるけど、まあ、人外としてっていうよりはなんか処理位置としてゲームをやりたいのでぐらいですかね。まあ霊能に関しては1周目でも2周目でもどちらでもいいです。騎士に関してはまあ2周目出てほしい時に出てほしいって言います。それぐらいですね。まあ、なんか1番手みたいな発言になっちゃうよね。村の人が思ったことを素直に発言してもらって、はあ、まあ思考ロックせず柔軟に考えていってください。4番のプレイヤーは発言してください。はい、うん、普通に9番に関しては普通にやればいいんじゃないですかっていう。今まで普通の進行論だけど、9番も騎士と思えてよくわかんない進行論を言ってるし、敵に関しては何アプリの話でしたっけ、よくわかんないんだけど、ここにこれが恋愛要素あんのかなっていう。だから2番がどっちか釣りたくなるっていう気持ちもわからないでもないし、まあ3番はローっていうよりはまあいらないって感じで SG で釣ろうとしてるっつっても、9と1のまあ2周目の余地は今与えてるみたいなので、まあ、ちゃんとやってほしいですよね。普通にゲームしたいと思うんで、はい、普通に黒いと思う人釣ればいいと思いますよ。はい、まあ、ただ人外はもうね、やる気なくてふざけるっていうのも一応あるからね。
だからちゃんとやってほしいです、はい、5番のプレイヤーは発言してください。ま、9番さんの進行に対しては何が全部聞くって思ってるからあんまり理解ができないです。なんか自分を村やと思うんやったらですけど、なんかそういった自分を村やと思うんやったらそういったステータじゃなくてだった場合もっとなんかありきたりなこと言っとけばよくねって思ったのが9番さんに対する印象です。1番さんに対する印象に対しては、いや僕もちょっとそれ思ったんですけどね、僕ちょっと夜の時間、夜ご飯食べてたんですよね、リアルにハンバーグとスクランブル、味噌汁とか。夜のご飯だから自分の番から始まったらどうしようドキドキはしてましたね、正直言うと。2番さんは1番さんが言ってることって、結局、二郎を探すために村全体で協力しようって言ってることやと僕は1番さんのいいことは捉えてるんですよね。だから、9、1どちらかと比較した場合って、9番さんの印象がすごい悪いです。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、ブーラピット GA です。よろしくお願いします。3番さんが占い師で2番さんに白把握してます。9番さんのトップバッターの発言すっごいいいなと思って聞いてました。9番さんを騎士と今仮定して考えてるんだけど、だから9番がめっちゃ白くって、1番さんはまっときどきとかって言ってたけど、どうなんだろう。もしかしたら狼もあるのかな。でも、別にそんなに悪くはないと思っているから、今猫番さんが私と反対な感想を9番に持ってるから、9番怪しいのかなと思ってます。はい、もしも占い師が2人出たら、その時に2、3の星立ちます。2番も強くなかったんで、以上です。7番のプレイヤーは発言してください。今の6番さんには若干疑問ですね。9番さんいいと思ったんですよね、最初。でも5番さんが全く別の意見を言ってるから、だから9番さん怪しいのかなっていう話でしたよね、6番さんって。合ってます？で、そうなってきた場合って、あなたは5番さんの色知ってるんですか？普通に。って思いますよ。俺も6番さんと一緒で9番さん印象良かったんですよ。普通にね。まあ、で、怪しいと思ってたのは2番さんだったの。これね、3番さん一角してる盤面であれなんですけど、2番さんで9-1でおかしいと思った方を継ぎます。で、9番さんに延々と触れてたわけやん。え、9-1比べたら圧倒的にいっちゃったやん。って俺は思ってますけどね。なんか4と5とも思考が合わんのよな、普通に。って俺は思ってますよ。ただ、6番さんの今の、なんつうんかな、手のひら返しっていうか、それが一番気になりますけどね。今んとこそんな感じ。まあ、ケバさんの進行を2周目も聞こうか、とりあえず。8番のプレイヤーは発言してください。おいおい、8番がいるのに、2番が3番から白戻ってるだけで、7番さん2番の色が見えてるのって思ったぐらいかな、7番に対しては。9番の話はまあ、5番と6番だったら6番の方がよく聞いてるかなと思ったぐらいしかなくて、まあ、騎士と思ってやってくれ。ただし、こういう乱定値で、2-1場面の限定でっていう話をしてるから、9番はやりたいことを言ってただけの人物で、俺は意味はよく分かったと思うけど。1番に関しては、狼って2匹いるから、カップル探したから、ライン精査しっかりするって1番が言ってるわけなんでしょ。それに対して、分からん分からんって言ってる人物がよく分からんかったぐらいかな。はい、それぐらいですね。まあいいんじゃないですか。5、6か6、7ぐらい、ランテージ開けりゃいいのかなとは思ってたんだけど、微妙って思ってます。あとは、9基軸の部分が6と7って、まあ6ならいいかな。6番、7番、ランテージ。9番のプレイヤーは発言してください。まあ1番がめっちゃいいなと思ってて、1番霊能だよね。まあこの理由だけ話すと、あ、ごめん、2、1、2番目じゃないから、もう説明はしないんだけど、はい。まあ騎士は出るべきだと思っている、どこかで。6番、7番が僕の印象いい理由が、どこの部分やったかなと思うんですよ。8騎士？これ8番さん？まあ、8番めっちゃ良かったんですけどね。まあ、8番みたいに僕の印象いい理由を、印象いいっていうか、僕がどうしたいかっていうのを理解した上で、僕自身のなんか発言を評価してるなら分かるんだけど、6番、7番って僕の評価してる部分もなく、印象良かったんだよね。だから5番の発言が分からないって言ってる7番さんと、6番、まあ、7番の6番の指揮良かったと思うけど、6番が9番評価できたときに、5番が9番怪しんでるのが、私間違ってるのかなってすり替わるときって、5番村前提がそこになってしまうから、7番の6番言及いいなと思いながらも、僕を評価できる理由がないときに、5番の方がよっぽどいいなと思ったんですよ。9番の言ってる意味が理解できないから、わかんないし、印象悪いって言ってる人物ね。まあ、5番、9番の話を、汲み取った上で理解できなかった人物で、7番は、5番は、
僕の話は理解できなかったから分からないってて、7番は僕にあげる要素を提示しないまま、僕の印象いいからコースを始めてるから、6番指摘はまあ良かったけど、ただ、おかみの見えるなと思いながらも、その後がグダグダだったから、7番変だなと思っていて、8番が6番、7番ランテージって言ってるのが、めちゃめちゃいいな、こいつ。絶対村やだと思ってて、1番が良かったなと思ったのは、僕を村基軸、騎士軸で置いたときって、1番の行動って、めっちゃ人外っぽくなくない？これはなんか逆政策だ、お前って言っているけど、なんか発言だけじゃなくて、やってる行動とかでも狼行動って取れて、なんかヘイト買わない動きって狼行動に見られちゃうんか。一番の行動ってめちゃめちゃヘイト買うやんか。だから僕を村基軸で置いたときって、俺、ブナ知ってるじゃんか。一番絶対狼じゃないじゃんって思いながら聞いてました。はい。だから3番にまた意見合わんなと思ったけど、萎縮したから、なんともないです。4番の色が一番わかんないぐらいだから、色当てなら4番がいいと思ってます。はい。以上。1番のプレイヤーは、発言してください。まあ、この村一番最初なのは5番さんで、理由は、飯食ってたからなんですよね。相方いるときにのんきに飯なんて食えないんで、まあ、実質、住むらしいようで。まあ、9番釣りかなと思ってて、9番さんの残念ポイントって、初週ってカリアーマーでも下着な発言だったのに、8番の発言聞いて8番の狩り補足できてない時点でもう、ああ、ダメだなと思いました。正直ね。8番の発言聞いて役だと思えない人はちょっと残しておけないです。8番に投げようかなって思ってたんですけど、まあちょっとね、噛みたいんで狩りさん出てきてくださいって言ってた9番を釣ろうかなと思ってる。俺は9番あげるんで8番がもう1本あげればいいと思ってて、まあ、96か97なんですよね、これ。4番はね、正直空気ですね。この人は正直発言してないですよね。してましたっけ？あ、すいません。なんでまあちょっと4番はまあ、一旦ね、黒塗りっていうかその、画面上黒で潰してます。入れてないです、俺の画面の中に。で、6番のね、入り口と出口が変なのは確かにそうなんですけど、まあ7番狼だった場合、格好の的なんで、まあ6か7に狼いて、カリアーマーしたかったのかよくわからない、話聞けれない9番釣りがいいなって俺思ってる。8番ぐらいランテージすればいいかなと思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。1番さんは、ラインが見たいんでしょ？そしたらそんな釣り位置じゃラインは見れません。そうですね、ラインを見るためにランテージはじゃあ僕が決めさせてもらいます。9番はもう明日釣るので、占う必要も、釣る必要もないです。明日釣り確定が9番。1回しか占い結果残らないのに、そんなランテージじゃダメですよ。で、3番さんは4、5、6。この中のスムラを占えば勝ち。分かった。今日のランテージは7番がなんか僕を人外だって言ってきてるんで、27のランにしますんでね。これでラインが見えますから、必ずね、2か7に投票してください。他に投票した人は人外とみなします。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まあ別にさ、2番が強靭なのかどうかは知らないけど、別に2番が釣られて何のメリットがあるのかなと思うけど、この村に。2番が強靭だって言うんだったら別に2番釣ってもいいんだけど。1番が9番上げてるから8番がじゃあもう1本上げて、そこのランでいいと思ってるけど、どうなんだろうね。なんか6番のその5番に向けてるって、5番に向けてるのって多分2番から5番まで全部当てはまるから。まあ、6番が例えばその位置で狼でさ、2番がどうとかっつって、3番の精査入れなきゃな、みたいな話で、何対抗、3番の対抗が出てくるみたいなのを期待してる狼っていう感じでの発言ではなかったかなと思った。まあ、6番、7番で話してて、7番が占い出るみたいな話してて、7番が実際には出なかったみたいな。その場合だったら考えられるが、あんま考えにくいけど、発言の内容的にはね。4番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、シンプルに、一番のおかしなの用意してる67、だから679に6構成終わりっていう、
なんで2番が2、7にするのかっていう、2番に行く人いないから、7で構わないですよ。6、7、9、2、6構成終わりっていう。売れない4か5に使えば終わりっていうだけの話のゲームだから、はい。9番はおかしい発言してます。それが正しいって言ってる6番とか。でも6番がなんか最後に、初めの出入り口は正しい9番なのになんか9番が怪しいっていう。7番もそうだよね。9番のことを擁護してる。要するに4とこがまともだったから、まあ1は霊能だけど確かに違和感持つのが普通ですよ。うん、あの1周目でもうゲーム終わりっていう。なんで6、7、9の、まあ、感じ以外で見てますけど、あなたたちはちゃんとゲームしたらいいと思いますよ。狼で。占いで出るとかさ、巨人で占いで出るとか、ゲーム楽しませればいいのにね。もう6、7、9釣りで終わりです。はい。5番のプレイヤーは発言してください。あっ、と思っちゃったんですけど、僕は。9番釣った上で6、7どちらかにいらっしゃったら、ほぼ勝ち確やと僕は思っております。正直言うと。なんか2番巨人癖なと思う。あのさ、マジで釣りしても簡単に勝てるゲームとかやめてくれやった。もう少し人外ちゃんとやれっちゅう話だよ。あまりグレートさも伸びてねえし、結局一して勝てるゲームなんてやべえだろ。なんだこいつ。しててもそんな簡単なやつから。9番釣り絶対飲まないし、100飲まないし。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。もう4番さんのグレースケールが私と合ってないんで、隠れてる狼があるとしたら4番さんなのかなって思うけど、私2番、1番さんみたいに5番さんのことは別に村はじきしてなくって、9番さんが核人外だとしたら5番さんの何見えちぎりみたいなものが今発生してるのかもしれないし、単純に79でも7番さん、9番さんは2周目急に変になったから、一周目言ってることと違うから、9番さんは偽かな、偽かなっていうか村人じゃないのかなって思ってるんだけど、うん、ただ9番さんが村の時に457どこもつながるぞと思ってめっちゃ迷ってます。はい、なので7でもいいかなって思ってます。7番さんどうですかね。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、まあ、少なからずね、ぶっちゃけ6をローだとは思ってないんですよね。あの6番さんってあんな発言をしないと思うんです、ローだった場合。普通に考えて、何9が良くて5が何何でしたっけ、5が怪しんでるから9おかしいのかなって、そういう話にはなんないと思うんですよね、6がローだった場合って。で、これ俺が強人だった場合、まあ、あの段階で3番さん新確定してる番目使用させてる2番さんに喧嘩を売る構図、それなんだと思って釣るんですか、8番さん。普通に思うんですけど、俺を強人だと思って釣るんだったら今日俺釣ればいいと思いますよ。強人だと思ってね、強人じゃないんですけど、はい、あの6の精査がいいって言ってる9がマジ意味わかんねえって思ってます、僕は。だから今日9番さんから行きたいですね、僕個人的には。それぐらいかな、言えんのは。巨人だと、まあね、強要素はあったよ。俺の話からしても。だから、それで7をついたいって言うんだったら分かるなって思うんですけど、ローであんな発言しますねえ。で、8番さん相方じゃないでしょ、そうなった場合ってさ、普通に考えて、白崎に喧嘩を売る構図、狼でしますか ?8 番さん。それをちゃんと考えてほしい。まあ、今日は9一択っすかね。5だけはついたくないな。5も9つってるし、4ってどこって言ったっけ ?4 は6、7かな、忘れちゃったけど。つまんないゲームだよね。うん。あの構図で俺を釣り寄す神経が俺は分かんないです。申し訳ないですけど。はい。まあ、巨人だと思って釣るっていうんだったら分かるんですけどね。狼だと思って釣るんだったら、それはちょっと間違ってますよ。っていうのだけ落としておきます。今日俺は9番さんに行きますね。とりあえず。8番のプレイヤーは発言してください。9はもう明日でいいんじゃないのって思うけど、1番はどうしても9行きたいって言ってるけど、2番がもう2、7ランテージって言ってるんだったら7釣りゃいいじゃんっていう話だけ。はい。7釣りゃいいんじゃないですかって思ってて、占い師はくしくも1番と一緒で、4番あたりが一番いいかなと思ったんだけど、まあ、もっと言えば4番か5番かなと思ってましたぐらいしかなくて、
7番がでも6番はそう言ってるけど、モラだっていう目線で、で、9番黒人街になって、で、9番の相方ってじゃあどこ ?9 番4番 ?9 番5番見づらいなって思ったのと、俺を忘れた7番が3番の白崎や2番のどことかって言ってるから、えー、とかって思ってさ、8番出てきたらどうすんのって思ってるけど、で、2番を疑ってたわけなんでしょ、うん、まあまあいいや、7番にあんまり言っても。別段7番教授と思ってなくて、俺狼だと思ってるから6番7番ランテージって言ったんだけど、はい、でも7番自身が6番が白いって言うんだったら7番から行かざるを得ないかなと思ってますぐらいかな、うん、7にしろ7よ。まあ9が狼でも何でも別に構わんと思ってる。別段9は7届かしゃいいんだけど、問題なのはもう2番が27ランテージって言ってるところね。1番は9どうしても行きたいって言ってるから尊重して、明日9行くかどうかジャッジっていうのは3番さんの占い次第かなと思ってます。はい、2番に行くやついたらそれぐらいですね。はい、釣られるわ。俺は4がいいと思うけどな。でもあんまりね、1番と8番4、4って言ったら3番の醍醐味がなくなるから、3番さんは10に占いはいいと思うよ。はい、まあ1番が9番、8番は7番って言ってて、2番は27って言ってるから、自由投票でいいんじゃないですか。はい。7番さん、ごめんね、村だったら。投票を始めてください。あ、7でいいんじゃない？ありえん！オラじゃないべ！それ、2人の村見つければいいんでしょ？だから。7番。7番。まあのプレイヤーが選ばれました。占いで出なさい。これからお勉強するんだよ、ね、ペロちゃんいたらもう出ないから。7番プレイヤーのプレイヤーは発言してください。はい、まあね、まあ普通に村なんですけど、まあ多分俺の小結果は多分落ちないかなとは思ってますよね、普通に考えて。はい、でもさ、仮にさ、じゃあさ、まあ、8番さん、いいんすよ。別にいいんすけど、仮にさ、俺狼じゃん。で、俺の相方がどっかにいるっていう場面で、で、8番さんが相方じゃなかった場合って、まあ、潜伏を置いといたとして、2番さんに喧嘩を売る構図っていうのはなかなかないと思いません？で、まあ確かにね、8番さんが言うように、2が27って言ってるから、だから7行くって言ってますけど、それ、2番さん村だと思います。巨人っぽくないですか？その視点を落としての5番さんだけだと思ってますよ、僕は。はい。って感じっす。仮に明日村つった場合負けるからね、それだけ気をつけて。まあ、どうせ人狼でしょ。夜が来ました。どういう進行を取ったから、もう何従って気にする。ああ、かっこよかったっていう。ですね。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。でも追い詰められた老がもうこんな。君たちが悪いでしょ。4番のプレイヤーは発言してください。はい。9いきますね。あ、色は何色でしょうか。まあ、あ、白なの。あ、まあ、9いきますね。はい、まあ、もう9釣るっていう進行だから。まあ、一応、まあ、もちろん、8、1、3、あ、プラス2番ももう村だと思ってるんでね。この意見聞きますけど、まあ、9番いきますね。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。6番の5番投票の理由だけ教えていただいていいですか。16ローだから5番釣ろうとしたんですかって思っちゃったんですけど。2番さんそのらしいよ。多分僕7巨人かなって思ったんですよね。僕村なんで。
か、大体僕、村なんでって、大体標準でつけると思うんですけど、白結構落ちた場合って。だから、7強の6、9ローかなって。村と思わせたい。7強人の6、9ローだと思ってます。9番いきます。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。結果、高級ローでした。はい。で、昨日5番さんに言った理由なんだけど、9番さん、めっちゃ怪しくって狼かなと思ったけど、明日釣るって決まってたから、で7番さんってみんな言うけど、7番さんを狼かなって思えなくって、弾いた。めっちゃ天才だし。で、5番さんに投票しました。4号どっちでもよかったんだけど、どっちもわかんなかったから、でも、最初2番の標準はあるから警戒しないとね。9が狼の時の5番さんのライン切りを、まあ、私は、なんと考えてました。こんな緩やかで。ということで、今日は9番さん行って、明日5番取ります。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。ナバーさんでは失礼したね。申し訳なかった。ナバーさん、狼じゃなかったんだ。それぐらいしかないっすね。はい、9いきます。9番のプレイヤーは発言してください。2日目9番釣ればいい理論って、誰が決めたんですか？俺発言変だったかな？いやごめんね、うん、俺のそのやりたい進行の結果できなくなったから説明できないから、別に5番って結果人外だったから、もう5番に説明もしないしって言われて、いや説明しんって言ったやんと思いながら聞いたんだけど、5番、ね、なんで俺が練習別られんの？1番ってなんか俺のこと人外だってっていうか、1番に言った力気はないんだけど、3番に言うわ、5番、6番の予想。もう6番の5番投票って死人票でしかなく、昨日って、占い師の3番が、7番釣りたいって言ったのかな？じゃ8番が7番釣りたいって言って、2番が7番釣りたいって言って、一角役職の1番が9番釣りたいって、3番ってどこが釣りたいって言ったっけ？多分ほぼ8番が最終位置で棋士持ってたから、7番9番ランになるしかなかったのに、6番って5番投票でしょ？で、今日の6番の言い分って、翌日9番釣るって決まってたから、5番と7番で5番投票しましたって死に票にしかならんから、6番5番のライン切りなんやけど、これ追えない？追えません？はい。だから9釣る。いいんだけど、2番、4番、7番に対した時って、1番発言なら7番やから、2番、4番スムラッチって言って、俺釣られても勝てるから、そこだけ、2番のこのスムラッチがほぼ強人じゃないアピールと思っているから、4番がスムラッチだったら俺釣られていいけど、別に。でも釣られたくないから、5番6番やったら5番の方が変な発言してそうね、どうだろう。まあいいや、3番決めとして、俺村なんですけど、7番で変な要素は、俺は昨日6番7番を変って言ってるから、7番が昨日6番7番を評価してるのが変って言ってるし、6番って昨日9番の2周目変になったって言うけど、どこが変やったんですか？俺普通に思考開示して、普通に精査してるつもりなんだけど、6番って1周目も9番の良かったって言わなかったし、2周目の俺の変なっても言わずに、で、7番ってめっちゃ変だったね。7番投票できたのに6番ってどう思ってるの？ 5 番もだけど。俺の人外数ってどこですか？はい。5番、6番、ローです。1番のプレイヤーは発言してください。いや、あなたの人外要素は、彼潜伏させようとしてるのにも、かかわらず、彼を出させようとしたところと、8番の役を見抜けなかったところと、仮アーマーでもない、よくわからない進行をしようとしたところ、と、あと7投票しているところがあなたの黒要素ですね。怪しまれる人もやばいよね。前回一致だ。僕の5投票はちょっとよくわかんないけど。だから変な進行論は子供たちに言うけど、唱えない。まあ、なんか96なんじゃないですか。ラインを切ってるのではなく、繋いでるだけじゃないですか。5番狼だった場合、のんけすぎないか。ケッツルは。2番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、投票結果見て、ラインが見えたでしょ。だから7番釣りなって言った。多分7番強人だと思ってるから、ね、最初から。これはスムラね。多分4番もスムラ。なんで強人はもういません。9の相方が僕は6。投票結果見ればわかるでしょ、サンバさん。3番のプレイヤーは発言してください。いや、あんまりなんか、平和村ってもうほぼ色落とすだけのロボットみたいなもんだから、
あ、5番切れば切れてるから別に6番から行ってもいいのかなと思ったけど、なんか別に6番釣っても5番9番代比で最終的に9番釣られるのかなと思ったら別に9番釣りでもいいのかなと思った。ただ1番が行ってるのってさ、9番って21番面だけでしょ、多分騎士潜伏って言ってたのって。確か、あー、まあそれぐらいですかね。でも多分進行は変わんないと思うよ。6番スローが9番スローが。多分5番までは、ナワは多分届かないと思うから、6番9番に、あれでしょ、ニナは使う。で、終わんなかったら5番なんだけど、まあ4番2番にその場合に強人がいたら負けるっていう風な話かな。終わんなかったら強人いたら負けた、ね。投票を始めてください。9でいいんじゃない、あら。ありえん、オラじゃないべ。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。もう8番さんで今日3番超えだよね。そうだよね、多分。もう俺のスロー結果必ず落ちて5番6番ローなんだけど、そうなんだよ、まあ、5番9番のローローが切れる理由は分かんないですけど、5番9番ローローが切れるなら3番さん6番釣ってくんないの。その通りじゃない。で、1番に7番入れたのが人外予想ですって言ったけど、1番に、多分1番だよね、俺のこと釣りたいってさ。さんまさん言ってないと思ってて、さんまさん好きな釣りたい提示分かんなく、なんか思い出せないんだけど、で、8番が7番に釣りたいって言ってて、ほぼ9番7番の対抗だから、俺が7番を入れるのって人外表じゃないから、まあ、1番さんは普通に人狼プレイヤーとして、もっとまともな精査した方がいいと思いますよ。結果俺白だから、明日僕の白見るんですよ、あなた。はい。で、多分さんまさん連画だよね、多分。はい。で、僕の白結果落ちるんですよ。はい。そこから頑張ってくださいね。5番、6番、ローだって。はい。明日になってから、昨日の時点で2日目僕を釣るみたいな進行ないんですよ。俺を2日目釣るのは1日目釣れよ。9かけ人外ね、はい。マジで。びっくりするほど確定。8番さんもさ、めちゃめちゃ精査良かったね。なんで俺で大トレ釣るんですか。はい。で、1番に言われた、8番の役見抜けなかったんですけど、俺 1日目、あ、8番霊能なんだろうなと思ったんですよ。はい。で、1番が霊能かと思った時に、じゃあ8番騎士かってならんかったんですよ。まあ、それは申し訳ないと思ってる。はい。でもなんか、なんでスムナが騎士位置見つけなあかんの。俺の発言中に騎士出てくれって言ってんだから。はい。以上ね。はい、他なんか言うことあるかな。でもね、俺7番めっちゃ変やと思うんですよ。はい。7番めっちゃ変やと思うから、2番4番に強人がいて、スムナの俺が釣られて負ける未来よりかは、まあ、俺の白結果見て、5番6番のってみんなわかるんだけど、まあ、まあ、多分勝てんじゃねって思ってるけど、まあ、負けた時は君たちのせいですよ。はい。マジで。7番強人じゃないと勝てないだろ。PP だろ。3番さんはなんか5番9番ローがないから6番釣れるって言ってたけど、まあ5番9番ローが切れない、切れる理由もわからんですけど、じゃあ6番釣れよって思いますよね。もっと押してくれよって。もっと悔しがって。って感じ？はい。以上です。はい。僕、これで負けたら君たちのせいです。以上です。負けたら村のせいだろうね。夜が来ました。当たり前だ。目を閉じてください。これでの問題で、怪しまれた君も悪いだろう。一周目の発言、あんな発言して、みんなからもう、ボスカー食らって、おとりゲームなんだからちゃんとやれって話したよ。だったでもこれが人狼ゲームだから負けたらみんなのせい。今日は9番と7番のせいだろ。負けたら2番巨人だから負けたからどうせいいよ。アスキー男ヒロちゃん、ヒロちゃんつったら次を、まあ釣り3カ所やってたわ。空いてる時間使ってこういう、もう俺もう精査もいらねえしたな。朝が来ました。昨夜死んだのは3番。4番のプレイヤーは発言してください。そうだね。まあじゃあどちらかに投票します。うん。まあ最初から気をつればよかったね。9番はなんか全然 PP のあれないもんね。7強人っていう設定じゃないとあれだもんね。
うん、色結果本当にあれでいいんだよね。旧城で5、6ローロ2強陣だったら負けますよと言っときますよ、1番さんに言うと。もう語りなしね。まさか7級に1のは乗っ取りとかないよね。もうそれも心配心配。まあ2番強陣も今追ってますからね。まあ、まだ5と6は夢がありますよ、まだ。うん。私は2番強陣まで追ってるから、ちゃんと話聞いて怪しいとこ行きますよ。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。2番強陣だったら1球ドローって確実につけてると思うんで、2番の発言からわざわざ9番のご主人を殺しに行こうじゃないと思ってます。だから7強陣、9、6ロー。で、僕は提出したいと思っております。6-3! 6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。5番さん狼なんで、5番さん釣ったら終わるんだけど、じゃあ、初日に遡って言うと、9番さんのトップバッターの1周目の発言が、狼で考えてるように思えなくって、いいんじゃないかなって評価しました。そしたら9番さんが、私評価したのに、そこがおかしいって、6、7おかしいやって、言い始めたから、9、そういう人なんだ、黒いぞって思ってたら、2日目釣るよって言ったから、で、2、7のランで、7でいいんじゃないか、7の発言聞いてたら、とっても狼に思えないから、4、5どっちかにいるんじゃないかと思って、4、5を考えて考えて、私は5番に投票しました。で、明日、釣るって言ってる9番にわざわざ、役職はいいよ、釣りたいって。言ってたからさ、で5番さんはさ、9、7わかんないわけじゃん。9、明日釣れるのに7でも良いわけじゃん。で、言っていて、9番さんに投票しているのが、5番さんの黒要素です。はい、以上です。5番さんに言ってください。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、4、5悩んだって言うけど、4番は潜んでるっていう発言を6番さんしてなかったかな。それと死に票になってるんだよなっていう話。9番か7番のもうランテージには確実になってて、7番さんが本当に強靭もなかった俺、終わり土下座しないといけなくなるレベルだったけど、まあ、結果的に票では白くなっちゃってるよ、5番は。はい。5番は白くなってる。まあ、6番、9番、ウルフで、6番自身が5に行きたかったっていう話になっちゃうけどね。9の投票返して、最低限、まあ、7番さんあたり入れときゃよかったんじゃないのかなって6番さんには思うけど、それぐらいかな。俺の思ってることっていうのは。まあ、ランテージはね、従った方がよかったと思うよ、ぐらいかな。あとは、なんやろうな、まあ、巨人仮になんじゃなかったも2か4だから、別段ここで決めりゃいいだけのことだけど、今回は結構ね、あの、狼見逃して、あの、ランテージ任せられたのに、7一本してしちゃってるから、俺ダメだと思ってるんで、ほぼほぼ1番に丸6勝しようかなと思ってるけど、5、6の精査ね。5、9は見づらいぞって思ってるよ、6番さん。それぐらい。申し訳ないね、待ってたら。1番のプレイヤーは発言してください。おはよう。正直、巨人っぽいやつがさ、3人ぐらいいてさ、まあ、6番は狼もあるし、巨人もあるし、ってところなんで6番釣るんですけど、7番もなんか巨人っぽいし、これ27のランテージの意味わかんないんだけど、どういうこと？そのライン見たいんだったらさ、別になんか2じゃなくない？普通にグレランとかじゃん。よくわかんないんだけど。なのは2番に引いてる。別になんか2番が強靭でも6番が強靭でもおかしくないなと思ってるし、まあ、2か6に村がいたんだったらもうそれはもう村がもう人外に寄ってただけなんで6番釣るけど。2番のプレイヤーは発言してください。あれだよ、自由投票って言っちゃったんだよ8番さんが。そしたらラインがもっと見えちゃったじゃん。5と7が9に入れてるんですよ。だからラインが見えましたっつって、7番っていうのは
強靭だと思って俺釣ってるから、ね、いいんですよ。初日に人狼釣った時って平和村でね、一番負けやすいんですよ。占い師が強靭占っちゃったらね。なんで7番を釣りました。おそらく6、9、ローで間違いないと思います。本番さんは僕のこと強靭してますけど、僕はスムラです。7番で強靭が落ちてますとだけ伝えておきましょう。投票を始めてください。狼が黒かったら勝てないからね。ありえん、オラじゃないべ。なれるな、俺強靭かもしれない人。ああ、大きくであってほしいけど。6番のプレイヤーが選ばれました。奇跡あるの。あったね、あった、あった。6番奇跡のプレイヤーは発言してください。どうしよう、ありがとう。私ただの村人なのに。ありがとう、村人だったよ。ワック見て。ああ、6番さんのためにヒロちゃんのいつもの号泣見て。発言してあげるから。タク見て。狼やって。号泣でしょ。まだいけるかな。いつものあの。4が強靭。強靭じゃないよ。ヒロちゃん村だよ。大丈夫だよ。うん、ヒロちゃん村だから。夜が来ました。ヒロちゃんの目を閉じてください。あれ言ってあげるからね。私が言いたいのは世界平和と女性プレイヤーのためにゲームをするということだわね。今日も言いますか。PP 発言の価値格、PP 発言のあの名台詞が蘇る。おーきょー、うもー、どげん、よがんにゃーん、いいよ、に投票してあげるからよ。に投票で票を潰せばいいからね。ヒロちゃんはスナイパー、ヒロちゃんスナイパーはもう狙うからね、完璧な勝利。ナイパーヒロちゃんは2番しか入れないから。朝が来ました。昨夜死んだのは8番。1番のプレイヤーは発言してください。いや、ちょっと僕ドイツ語の勉強してまして、ザーの部分が二角で、あのドイツ語って三角、1番のプレイヤーは発言してください。はい、ということで4番さんが強靭なんでね、1番に票を合わせてください。4番のプレイヤーは発言してください。私強靭です、霊能ですね。あの1番黒っすね。うん、全部白でしたね。67、9番はあのね、6番黒でしたね。16ローローなんで、まあ私は一つ言いたいです。今世界平和ですね。いろいろ紛争が起こってますけども。言いたいですね。平和とね、あと6番さんをはじめとする素敵な女性プレイヤーとゲームがしたいと思っています。人狼というのはね、女性陣とゲームすることです。この花形というのは。私は真の霊能としてね、ドイツ語なんて勉強してるこの確定人外の位置づりしかしませんから。私が真の霊能ですね。なぜ噛まれてないんですか？人狼だからです。6-1ローローだから。はい、5番2番村ですね。じゃあ1番に行きましょう。
うん、真の霊能はドイツ語なんて勉強しませんから。以上です。1番いきます。5番のプレイヤーは発言してください。占いで16占って黒やったんすよね。で、79占って白でした。1番いきます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。だったからちょっとね、ヒロちゃんの名台詞はあんまり完璧には言えないけど。まあ、要所は言いましたからね。いつも通りの儀式を行いました。また女性陣の評価上がっちゃいますね。ただ単にラッキーでした。ラッキーでした、今日の試合。1番のプレイヤーが選ばれました。1番のプレイヤーは発言してください。夜が来ました。目を閉じてください。あぶねえ。できあるリヴァイ今5個目、1試合で5個目をねコンプリートしようとしています。ああ、ね、とりあえずで明日はやお休みの日だね。で明後日はあの4つの地域のあのあれだね、このヒロちゃんから買っちゃいますからね。まあ、無理しながらやる。心穏やかにやる。結果を出す。ヒロちゃん、強い力勝って。やる。チーズ。おちー。朝が来ました。あ、多分俺本当に強人だよ。昨夜死んだのマークついてるから、うん、2番ゲーム終了、人狼の勝ちです。